どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、JAL も、フライオンポイント2倍キャンペーンですね、国際線限定にはなりますけども、発表いたしましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、いやーね、JAL も追従来ましたね。ということで、えー、早速で、ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、こう,う,と、ね、こういった形になります。 JAL 国際線フライオンポイント2倍キャンペーンということで対象期間はですね2023年の7月の13日から2023年12月の31日までっていう風になりますでこちらねエントリー不要っていう風になっておりますんで今回のこのフライオンポイント2倍キャンペーンね基本的に JAL の運行便の国際線乗っていただければですねフライオンポイントね2倍でもらえますでこちらね対象は JAL マイレージ会員っていう風になっておりまして対象路線は JAL 国際線国え ジ a ル便名のジ a ル運行便全路線っていう風になっておりまして、コードシェアは対象外っていう風になりまして、またね、国際線の航空券に含まれる国内区間、こちらも対象外っていう風になりますんで、この点はね、注意してください。特にね、海外発見とかされる場合は、 途中でね、他の航空会社の飛行機がね、あの、検索で入ってきてたりすると思うんですけども、この部分はね、2倍にならないっていうふうになりますんで、この点はね、注意してください。で、対象クラスですね、フライト積算マイル対象全クラスっていうふうになっておりましてえ、積算時期ですね。今回のキャンペーンに関しては、フライオンポイントね、通常分と同時に積算っていうふうになりますんで、まあ、通常ね、あの、飛行機に乗った、まあ、翌日か翌々日ぐらいにはですね、基本的にこの フライイオンポインポトっていうのは口座に反映されるわけけなんですけどもこのタイミングで2倍分にもね、一緒に積算されるっていう風になりますんで、こちらね、非常にわかりやすくていいですね。ぜひので、同時に積算されるっていうことはですね、ぜひ覚えておいてください。もしね、こちらが仮に積算時期はね、途中遅れる場合とかがある場合に関しては、 別途ね、あの、連絡は来るっていう風になりますんで、この点も覚えておいてください。で、今回のね、キャンペーンの注意事項なんですけども、まずね、JAL 会員限定のフライオンポイント初回登場5000ボーナスっていうのがあるんですけども、こちらはね、対象外っていう風になります。ちょっとこちら後でね、解説させていただきます。で、フライトマイル事後登録の手続きは、2024年の1月の10日までっていう風になりますんで、こちら事後登録される方はですね、注意していただければなと思います。 で、積算例ということで、こちらね、公式サイトに載っているんですけれども、東京ニューヨークをエコノミークラス、予約クラス、H クラスで登場された場合ですね、えー、通常のフライオンポイントが4717ポイント、登場ボーナスのフライオンポイントが4000ポイントっていう風になりまして、 今回のキャンペーンで、えー、この5117ポイントですね。えー、この4717ポイントで400ポイント足したのがですね、そのまま、まあ2倍になっているっていう感じになりますので、片道でですね、えー、1万と234フライオンポイントが貯まります。まあこちらで多くしていただいたらね、この1万234フライオンポイントが2回分ね、もらえるっていった形になります。で、今回のね、キャンペーンなんですけども、皆さんお気づきになりましたでしょうかね 去年までですね、このフライオンポイント2倍キャンペーンっていうのは、このね、登場ボーナスっていうのは2倍にならなかったんですよね。これなんでなんなかったのかね、ちょっとよくわかんないんですけども、ANA はね、ANA のシミュレーションでそのまま出した。 フライオンポイントはそのまま2倍になって非常に分かりやすい計算だったんですけども、JAL に関してはですね、この登場ボーナスのフライオンポイントっていうのは、なぜかね、2倍にならないっていう風になりますんで、シミュレーションでね、やって出たね、フライオンポイントありますよね。それかを2倍にして、さらにこの登場ボーナスを1回分抜くみたいなね、まあこういった計算がね、必要になってたわけなんですけども、 今回のキャンペーンからですね。まあ、今回のキャンペーン、次あるかどうかちょっとわかんないですけども、まあ、今回のキャンペーンに関しては、このね、登場ボーナスに関しても2倍でね、もらえるっていう風になりますんで、これね、クレームとか多分あったんですかね。いや、非常にね、わかりづらかったんでね。なんでこんな風にしたのか、まあ、ちょっとわかんなかったんで、まあ、これはね、本当にわかりやすくなってね、よかったですよね。これでね、ミス、あのー、計算ミスを起こしてですね、多分追加で乗ったっていう方もね、中にはいら っしちゃったと思いますのでこれはね本当にいいですよねということで今回ですねジャルがね国際線限定にはなりますけどもフライオンポイント2倍キャンペーンね発表いたしましたいやね良かったですね待ってたらね方がか,かなりいらっしゃると思いますしまあ a 例とねジャルだとまああのジャルの方はですね jgc 修行もそうなんですけどももう1個上のね あの、修行ね、される方も結構多いですので、待ち浴びてた方ね、かなりいらっしゃると思うんですけども、まあ、今回ね、無事発表されましたということで、ぜひね、皆さんこの動画見てすぐじゃなくてもいいのでですね、あの、検討していただいて、えー、利用ね、していただければなと思います。期間もね、12月31日までということで、まあ、大体半年ぐらいね、ありますので、ゆっくりね、えー、検討できるのではないのかななんていうふうに思いますので、まあ、ぜひね、やっていただければなと思います。 思うんですけどもやはりね、航空券っていうのは、まあ、できるだけ早くね、予約した方が安く済む傾向がございますので、まあ、先日ね、ANA のプライムポイント2倍キャンペーンのね、あの動画を出させていただきましたけども、やはりね、SFC 使用されている方は、やっぱり路線検索しますよね。どんどん運賃上がってるっていうね、まあ、コメントもいただきましたので、ま、あね、あの、ゆっくりね、検討はできるんですけども、まあ、できるだけ早めにね、決断していただければな、なんていうふうに思いますかね。で、先ほどね、あの、軽く ししましたこちらですね。2023年フライオンポイントボーナスポ、ボーナスキャンペーンということで、JAL 会員の方はですね、キャンペーンエントリーしていただいて、期間中にね、JAL グループに1回でもね、登場していただくと、フライオンポイント5000ポイントで、ね、もらえるキャンペーンが、こちらね、ずーっとやってるんですよね。で、このキャンペーンのね、注意事項は、エントリーしないともらえないっていうふうになりますんで、まあ、このキャンペーンね、今回出て、来年からね、ステータスのね、あの、獲得方法変わるっていうのはね、もう、 あの、出ておりまして、まあ私もね、動画解説以前出させていただきましたので、まあ今年ね、修行される方ね、非常に多いと思いますので、ぜひね、エントリー忘れずにしといてください。ですので、JCC もですね、それ以上のね、ステータ修行される方に関してもですね、まあ基本的にね、1回乗っていただければ、このボーナスの5000フライオンポイントね、もらえるっていう風になりますので、まあ JCC をね、あの、検討される方は、ね、4万5000フライオンポイントのね、あの、達成すれば、 このね、JGCC をね、完了するっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただければなと思います。ANA にはね、こういったシステムがございませんので、JAL のこれはね、本当にいいですよね。 それでは次にですね、ちょっとね、時間そんなになかったんですけども、ちょっとね、ポチポチ検索ね、させていただきました。まあ結論から言うとですね、一番安かったのは、やはりね、デリー発見のニューヨーク往復ですね。はい、2022年、私もね、あの、やらせていただいたんですけども、私はね、東京からデリーで、デリーでタッチして、で、そのままデリーからそのまま東京戻ってニューヨーク行ったんですよね。で、帰りは、帰りどうしたんだっけ帰りは違う空港に行ったんだっけな。 <laughs> すいません。ちょっとあんまり覚えてないな。はい。確か帰りはバンコクにしたのかな。ちょっと去年ね、いろいろ飛んだんでね、ちょっと。 いまいち覚えてないんですけども、行きはデリーから発見したんですよね。ですけども、あの、結局帰りは違うところに行ったんですよね。で、このデリーのね、タッチっていうのは基本的にお勧めしておりませんので、えっと、私はちょっとやってね、結構あの、大変でしたので、タッチはしないでください。もしね、この、あの、デリー発見の東京ニューヨークね、利用されるっていう方は、ぜひね、前後一泊していただいて、利用ね、していただければなと思います。私はね、調べたところだと、デリー発見の東京ニューヨークですね。 こちらね、10月のね、頭ぐらいね、検索させていただきました。全旅程がプレミアムエコロミーの R クラスで検索させていただいております。で、こちらがですね、料金が25万と4190円ということで、こちらですね、獲得できるね、フライオンポイントが、デリーから東京が5884フライオンポイント、東京、ニューヨークは7139フライオンポイントということで、まあこれをね、 え、2倍していただいて、え、片道がですね、え、合計で2万6000と46フライオンポイントっていう風になりますんで、これが2倍になりますよね。ですので、5万2000と92フライオンポイントということで、こちらね、25万4190円で、え、JGC 終を一撃終了ということで、え、フライオンポイント単価ね、4.8円ということで、めちゃくちゃ安いですよね。 はい。こういった感じでね、デリー発見でやっていただくと、非常にねあ、あの、お得にね、利用することができます。しかもこちらね、全予定がプレミアムエコノミークラスっていう風になりますんで、まあ、エコノミークラスで利用するよりですね、かなりね、ゆったりと利用することができるかな、なんていう風に思いますので、もしね、この予定が利用されたい方は、10月の頭にですね、 デリーーー出発ののの東京のニューヨークのね往復で検索ねしてみてみいいただければなと思います正直ですね、こちらの料亭はね、あの、52,092フライオンポイントを稼げてしまうっていう風になりますんで、先ほど言った通りですね、4万0千ぐらいで JGC 業ね、される方はこれでいいんですよね。なんですけども、これ以上ね、ちょっと少なくて安くてみたいなね、 で、4万5000稼げる路線っていうのが、ちょっと私が簡単に調べた感じだとね、出てきませんでしたので、まあ、これの方がね、まあ、お得になってしまう部分があるかな、なんていうふうに思いますので、あの、ご自身ではね、検索していただきたいなと思うんですけども、私が調べた感じだと、これがね、一番安かったっていう感じですね。予約クラスもですね、こちら R クラスということで100、100%ね、付くクラスっていうふうになっておりますんで、 え、こちらね、利用してみてください。先ほども言った通りね、前後一泊入れて、あの、入国審査とかね、あの、なんか言われないようにね、していただければなぁと思います。で、それ以外ですね、一応ね、クアラルンプール発見の東京ニューヨークとかもね、検索させていただいたんですけども、こちらあと H クラスですね、H クラスで、 アラルンプール発見の東京経由のニューヨーク往復ですねこちら24万と1066円、えー、こちらが獲得できるフライオンポイントが36116万フライオンポイントということで FOP 単価は6.7円ということで、まあこちらね、えー、登場のね、初回ボーナスを入れて、41,116フライオンポイントですね。まあこういった感じでね、結構中途半端になっちゃうんですよね。ですね、これは JGCC をね、完了しないんですけども、24万とかいっちゃうんで、これデリー発見したらね、あと1万ちょっと足したらね、 あの、もう、達成になってしまうっていう風になりますんで、まあ、ここら辺発見するんだったらね、まあ、デリ発見頑張った方がね、まあ、いいのではないのかな、なんていう風に思うんですけども、まあ、このね、出発地っていうのはね、結構大事になりますので、まあ、あの、クアラルンプールはね、私は、え、あの、SFC とかね、ANA のダイヤモンド仕様とかでめちゃくちゃ利用しましたけども、やはりクアラルンプールの空港はね、非常にいいんでね、まあ、ちょっとね、あの、クアラルンプールの方はね、おすすめかなっていうところはあるんですけど、 もなかなかね、あの、バッチリな金額で4万5000ぐらいがね、稼げるフライムポイントのルートがあればいいんですけどもね、ちょっと私が感じ検索した感じだとね、見つけられなかったですかね。一応それ以外にもね、シドニー発見の東京経由のロンドン往復とかね、ここも、 えっと、R クラスだったかな。価格が28万と8207円で。で、獲得できるフライオンポイントが2倍入れて4万1000と24フライオンポイント。えー、これで、えー、フライオンポイントの単価は7円ということで、初回登場の5000フライオンポイントを入れて大体いい4万6000と24フライオンポイントということで、まあ、横にね、えー、4000ぐらいですかね。まあ、東京、 沖縄を一回ね、あのフレックスで往復していただくとかね。まあ、それ以外にはもうちょっと安い運賃で二往復していただくとかね。まあ、こういった感じでですね、なかなかね、あのバッチリな金額っていうのは出てこないんですけども、あの、ロンドン往復とかね、いいですよね。シドニーも行けて、ロンドンも行って、 で、観光もしつつですね、あの JGCC を <laughs> 楽しむみたいなね。まあそういった料亭ではですね、こちらも結構いいんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、まあこちらね、シドニー発見ですからね、シドニーまで行って、で、シドニーからまた帰ってこなきゃいけないんでね。まあそれはまあ海外発見だとね、どこもそうなんですけども、まあ出発地が遠いとね、ちょっとその分が高くなってしまいますんで、これは多分10円とか超えてきてしまうんじゃないかな、なんていうふうに思いますかね。まあ、 単価的にはですね、デリがね、一番安かったので、できるだけね、安く済ませたいっていう方は、まあ、デリがね、いいのではないのかなと思います。多分、全予定で5日間とか6日間とかね、できると思いますので、まあ、1週間ぐらいね、休みがある方であれば、まあ、全然ね、ニューヨークに1泊2泊して、あの、修行もね、できるんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、まあ、もしね、 あの、気になる方はぜひね、検索してみてください。もしかしたらね、これより安い運賃が出てくるかもしれませんので、一応ね、参考程度にね、見ていただければなと思います。ということで、今回ですね、JAL がフライオンポイント2倍キャンペーンね、発表いたしましたので、えー、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、いいですね。いや、2023年ね、 本当に、あの、フライオンポイント2倍キャンペーンね、ANA のプレーンポイント2倍キャンペーンね、正直来ないと思っておりましたので、非常にびっくりですけども、いやね、ステータス仕様ね、検討されてた方はですね、めちゃくちゃいいですよね。またね、JAL に関してはですね、このフライオンポイントでね、 あの、ステータス稼げんのはですね、2023年で終わりみたいなので、来年以降ね、どういった感じになるのかね、まだ詳細分かっておりませんので、がらりと変わってしまう可能性もね、まあゼロではございませんので、もしね、JGC、まあ取りたい方に関してはですね、 ぜひ、あの、2023年ね、修行検討してみるのもね、いいのではないのかなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ